しろ。私がわかるか。いや、ランディ、ドジっちまったよ。ウォルタ。クソ。HQ、至急構想の必要がある。GCS は7、これより応急処置に入る。なあ、グレ、俺の自転車、どこやったんだっけ。ウォルタ、私を見ろ。見るんだ。リン、お前、リンか。メガネはどうした。またいたずらされたのか。メガネ、いつの話をしている。そんなもの。奴らのことなんか気にするなよ。俺は結構似合うと。ウォルタ、貴様、私の命令に背く気か。死ぬな。目を開けろ、ウォルタ。やめろ、死ぬぞ。話せ。ウォルタ、ここで死ぬことなど許さんぞ。命令だ、起きろ。命令。そう怒鳴るなよ。ちゃんと聞こえてる。まったく無茶を言う長官だ。リンは S 型デバイスの転換手術を受けている。そうですか。驚かないのか。ま、うすうすは。そもそもあの操縦技術は圧倒的すぎる。人間の脳をマテリアルとした開発はすでに禁止されている。だが派生した技術の応用は各国で盛んに行われているのが現状だ。
表向き医療目的ではあるが、国によっては実験的なシステムをバンツァーに実装しているところもある。操縦するのではなく、文字通り自分の体そのものになるわけだ。外科手術によって熟練したパイロットが即手に入る。そうだ。もちろんそれに対抗する手段も研究されてきた。強力なパルス照射で直結されたパイロット本人にダメージを与える電子兵器もある。我々は脳を焼かれると言っているがね。我々？そう、我々だ。危険を背負うことに不満はない。だが我々は新しい体を得るために代償を払うことになった。脳を酷使するんだよ。突然感覚器は数百倍の感度になり、パーツに応じて余分な器官が現れる。莫大な情報を強制的に叩き込まれるんだ。思考も記憶も人格を司る領域までも全てそれに侵される。実験では8割が精神崩壊を起こす。そんなこと。リンの部屋は過去の写真でいっぱいだったろう。その写真は思い出を懐かしむためにあるんじゃない。忘れた記憶を学習するためにあるんだ。近々お前たちにある研究所の制圧任務が下る。なぜはなしだ。そこには転換手術者の詳細なデータベースがある。興味があるなら調べてみるといい。
概略を説明する。沿岸部に位置する研究所で違法なバンツァー開発が行われているとの情報が得られた。表向きはメディカルテクノロジーの会社だが、最深部には新型の実験機体が存在し、これら技術を違法に輸出している。我々の目的はこの施設の制圧と実験機体を奪取することにある。作戦を説明する。目標へは正面廃坑からアプローチする。海上からフローターで上陸、一気に施設へ強襲をかける。廃坑エリアは所々水没しており、障害物も多い。各自セットアップに見合った経路を叩き込んでおけ。施設潜入後、最深部にある実験エリアを目指すことになるが、内部は狭い上に敵の反撃が予想される。括弧撃破で進め。間違って味方に当てるなよ。以上、強襲、排除、制圧といつもの通りだ。何か質問あるか。その実験機体とやらが攻撃してきたら、ダッシュが目的なんだろう。実験機体が脅威となるかは定かではないが、それがそこに存在したという事実が残ればいい。臨機応変に対応しろ。コッパみじんにしても？構わん。ただし休暇は取り調べ室で取ってもらう。よし、準備に取り掛かれ。